買い取りできたお客さんの本音と建前。これクラウンにめちゃめちゃ似合ってるでしょ。絶対高く売れるから高く買い取りして。しびれるような20インチっすね。新品めっちゃ高いんですけど、一回履いたら中古になっちゃいますからね。そんなこと言わないで、60万ぐらいで買ったんだから。これクラウンに乗ってる人すぐ売れちゃうよ。だから高く買ってよ。それなりに頑張ります。それなりってあんまりじゃないの。タイヤのブリゼソンのアレンザついてるし、2023年製造だし、 9.8 分山だし、買取金額これ。それでじゃあトランクに積んである純正つけて。はい、21インチの純正つけました。ありがとう、やった。お客さんちょっと腹割って本音で話さんですか。なんですか。クラウンにホムラ似合ってるって思ってないでしょ。あり、バレだ。似合ってると思ったら売らねえでしょ。そうだよね。純正ホイール大活ついてっかんね。それそれ、ほほー、ノリノリっすね。純正大好き。ホムラに少し浮気しちゃってごめんなさい。なんかホムラかわいそうになっちゃったんで、買取金額少し下げますね。かわいそうならあげてよ。またそうやってホムラに二股かけてんだから、本当にデレスケ。何じゃあそれで最後にホムラに挨拶だけさせて。うちのホムラに汚ねて触んじゃねえかな。あれ、もうそっちのホムラ、それに声の人の手袋汚い。カッチン、センターキャップあたり触らせてやろうと思ったけど、おめえなんかにはバルブキャップで十分だ。あれ、先容赦ない。バルブキャップだってさ、いつまでもちょろちょろしてんじゃねえよ。あー、これで吹っ切れた。やっと吹っ切れた。じゃあそれでいい。あれー。